な、もうねえ、そう、頑張ったもんね、うん、ねえ、頑張ったね、何かが壊れたね、自分たちの中で叫びながら、叫びながらやってたもん、頑張ったのにーとかー、やけくそだ、もうやっぱあのプッサンがあのアビスの B 中でウルトラ2人捕まえた時はもう感動したよ。いや本当にもう嬉しいことがたくさんあってみんなのおかげでアビリティね、本当なんか最初の頃はなんかウィングマン出してディジ出してってそうだよね、うちしたけど最後なんかもうパパってちゃんとフラッシュ出して、うちもうウルト出すわっつってもうウルト先に走ってたもんな、もう。いや、ほんと、言ってくれるから、みんなが言ってくれるから。いや、それもサッとできるのもね、すごいことだよ。もうサポートありきだよ、嬉しいよ。よかった。よかったって泣きそう、今。涙もろいっすか涙もろいっすか、私、何でも泣いちゃうタイプ。いやー、わかる。見てたら泣いちゃう。見てたら泣いちゃう、これ。まあ、言える範囲でいいですけど、最近泣いたのいつっすか、何かで感動でも。昨日泣いたよ、昨日も。うそ、なんで泣いたの。え、全然バドナンと関係ないけど、ちょっと映画見ながらあの作業してたら泣いたね。あ、映画は泣けるよな。映画泣ける。映画は泣けるよな。俺そういうのマジ泣いちゃうわ。映画なんかもう何でも泣いちゃうわ、映画なんか。え、うち X とかで流れてくる20秒ぐらいの動画でも泣いちゃう。20秒とかで泣いちゃうよ、俺も。いや、泣いちゃうよね。前の予告で泣いちゃう、予告泣いちゃうよね。みんなすごいね。動物同士でなんかじゃれ合ってるみたいな、なんか。え、それはやばい、それはやばい。それで泣いちゃうよ。それはやばい。動物が撫で合ってるだけで泣くのやばい。それはやばい。仲良さそうなの。それはやばい。疲れてるな。それは普通に疲れてる。いやもうね、この動画にはね、競馬のすべてが詰まってる。まあ、イクイノックス？え、出た、カンテレ競馬、出た。競馬な、生で見るとさ、映像だとちょっと物足りなくなっちゃいますよね。震えるぞ。競馬場で見るとめっちゃすごい、ね、迫力。震えるぞ。いやもうバタタカ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 みたいな音が、もう遠くから聞こえてきたと思ったら一瞬で通り過ぎる。振動するもん、馬の地響きがすごいんだよ。そう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 、 300m、400m 先から音がね、ドドドドって聞こえるんだよね。そうそうそう、抜けていくのがマジで気持ちいい。ちょっと待って、早すぎる。で、そいつ勝つと思うじゃん。うん、負けるんだよ。え、追い込み。そうだよ、刺されるんだよ。すごい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 、それすごいんだよ。やばいね。すごい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 。え、マジでこれ、え、届くの。いや、すごいよこれ、させんの。そう、そのイクイノックスっていう馬が一応まあその歴代最強、うん、だと思ってるんだけど、その馬が届かないんじゃないかって言われてたんだけど、差し切ったんだよね。いや、すごいな。それ見て泣いたね、俺は。なんかすごいね。あれ、プッサ泣いてる。あれ、プッサ泣いてる。ね、頑張ってるでしょ。プッサ、あれ、あれ、プッサ、宇宙より先に泣いてしまう人がいる。いやね、これはすごいわ。頑張って、諦めなかったな。そう。いや、そんな、あんな大逃げされたら、さ、諦めちゃうよな。すごいだって。あれ？すごいよ。あれ、どんだけ優しいんだよ。優しすぎだろ。なんかやっぱ、なんかどんだけすごいよな。すごいとこにいんな。すごいタイミングだ。はっはっはっ。うわー、すごい。うわうわー、こう、ナイス。うわ、おお、おっ、えっ、いや、間に合う。間に合うな、これ。間に合う。うわー、間に合った。ナイスー。おお、ねじさ、やめても、いやー、まあ三級か、まあでも三級でもな、待って、遅っ、ちょっと待って、待って、じさやばすぎ、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 2倍にした方がいい、え、めちゃくちゃ遅いっすよ、もうリプレイっすよ、とっくに今リプレイ中、リプレイ中、待って、ずれてるわ、とっくにリプレイっすよ。サンキューかーとか言ってたから、ね、うんってなったもん。我々間に合ったって言ってから、ね、すげー時間だった。そうそうそう、間に合うかとか言ってたから、頑張りきたよ。あれ、いつの間に追い越されてたの。あ、今レッツゴーしてる、俺多分モンキーさんと一緒やな。 今リプレイじゃない。あ、今もう始まってます。始まってる、始まってる。俺今から始まる感じなの。もう今マッチポイントやね。
え、待って、ちょっと早すぎ、早すぎ、早すぎ、やめて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 、ドラえもんやめて、一瞬思考が停止した、ね、ネタか一瞬わかんなかった、急に大ボケしないで、急にボケない、しかもネタこんなに言い方なんだよ、ね、そう、本当のやつ、こんなに静かになることあるよね、もう今マッチポイントやね、え、え、マッチポイント、バンブイフォークラッチなるか、やっと言えるよね。やーいが言える。一五三ならある。やっと言える。ハンドガンか、でも一五。一枚取れんじゃね？全部頭、全部頭。右クリア頭。あ、でもクラシックか。わー。あー、レイズにウルトあげれば。はは、細かいとこ来た。ま、レイズにキルあげたらウルト上がってたのに。もうちょっと早口で言ってほしかった。今レイズにウルト上げてたら上がってたの。早口なんですか、そんなみんな。今レイズに、今レイズにキル上げてれば絶対ね、次のウルト使えたのに。次のラウンドで絶対行かせるから、ね、キル上げないから。え、でもイクイノックスの話してる時一番早口だったから、この1日間で。一番早口だったし、一番元気だった。うん。今日始まる前にな。一応競馬のターン終わったかなと思ったら、もう一個来たもんな。競馬のターンの夜のターンが一番ギリ、一番ギリだったね、マジで、ね、いやでももっとね、ね、あやめさん予想だともっと早口だったんですけどね、もっと早口かと思ったけど、そう、もうベラ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 かと思った、そんなに早く喋んの、初めましての顔合わせの前にいじってた、そうそう、いじりまくってたのに、いや、そう、やっぱね、ちょっと直近でね、ちょっ とバロの大会出た時にね、ちょっとあまりにも早口すぎて聞き取れんって言われたから、あら、だいぶ意識したんです今回。てかね、我が家はね普段から早口やから負けないよ。嘘？そうかな。別に時間なくても早口、あっても早口や。なんとかだよっていつも喋ってない。ここだよみたいな。ねえ、そんなゆっくりじゃないけど。ゆっくりじゃん。俺からしたらラップさん全然ゆっくりだけどね。ねえ、めっちゃゆっくりだけど。いや早口界隈の中でもまだまだ。いや、まさかそんな、いやそんなやつじゃないですか。我々がよく早口って言われるんですけど。こんなもんじゃないよね、モンキーさん。あ、モンキーさんお願いします。いや、こんなんじゃない。俺、自分でやるもんじゃないんだ。気づいたらなってるから。そう、制御できないんだよ。え、でも別にすでに早いんだよ。なんか、字が、字が早い。いや、なんか早い。もう早い。字が早い。大早だったんだよ。あー、いやー、我が輩など早口界隈ではまだ弱小のみ。ちょっと早口界隈ってなんだ、その。まだ我が輩の上には、スルガモンキーがいるので。いや、その上に多分何人もおるで。もっとエミネムが一番上にいるから。あ、確かに。エミネムのサビちょっと下にモンキーさん。ラップと同等な、俺。いやでもなんかあれラウンド間の時の倍の時はもうほぼラップっすよ。確かに。歌方ララバイとかいけそう。歌詞リリックかと思う時あるけど、本当に歌方ララバイいけそう。本当にね、よく言われてたよ、猫ミームのヤギってずっと言われてた。あ、ヤギさん時ありますよ。なんかもう一生 B ドライで設置してない、さっきから。あ、でもウィングマン、ウィングマンね、左クリで流してるね。うん、まあ多分、まあ、どっちもスなのか、いや多分どっちみちデンジャー設置するから。あー、いやーすげえ、シャカさんナイスエイムだね。まあ、だからこのドライ B 刺さりすぎてるから多分本来はオペが刺さるんだろうけど、オペがね出せないんだよね、ずっと。あ、マネがあれか。そう、エコ負け。アセントもね、守り出したかったのにさ、こちら。エコ負け、エコ負けて倍取られてみたいな。持たせることがすいません。あう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 。ウルトプリン。あう。いいとこ見せなきゃ。ウルト状態。ああう。いじられすぎだろ、たくさん。そこなんて一言も言ってないですよ。いやいやいや、ウルトちょうだい。いやいや、Google でウルトちょうだい合うって調べたらもう脱足さしか出るもん。そうなの。ウルトスペース。そうなの。でもしてないけど、ウルトスペース合うってもう一人しかいないもん。検索一件だよ。てか合うって調べたら多分出てくる。嘘だろ。合うで出る。マジかよ。
来るだろこれ。やめて。あ、やめて、それやめて。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 や顔歪んだわ普通に。いや今の気絶するかと思った。分かる、3、4っていかれそうで気絶した。いやいやいや、よく止めたね。4人目やってたら気絶してた。よく止めてくれたよこれ。気絶してた。危ない。我々が勝手にエースされるとこだったわ。さやかさんから。確かにもう揃っちゃうピース。10人倒されるとこやったもん。やばかった。なんかいちごさんならやってくれるような、ね、なんかワンちゃん、ワンちゃん あるんじゃないか。あっ、おお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 トイレ行ってこよう、始まる前に。はい、そうでしょ。シャコさんのウルトで漏らしちゃうかもしれないから、トイレ行かないと。え、もうネオンじゃないんじゃない。あれ、シャコさんってネオンじゃないんですか。え、スクリームジェットじゃなかった。あ、バイン、私ジェットだっけ。そうだ、ジェットだった。じゃ、ジェットね、じゃナイフで漏らしちゃうかもしれないから。見てないよー。それはよくわかんない。見てないよ。あ、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 逃げて逃げて逃げて。弱すぎ。なんやねん。意味わからんやろ。カレー味のアウアウになっちゃう。意味わからん。あうがしすぎてね。あやめさん、クソみたいなギャグでも笑ってくれるかも。確かに確かに確かに。なんだよね。めっちゃお腹痛い、もうやだ。え、なんだっけ、プルルが一番好きなダジャレなんだっけ。ジャイアンシュ、ジャイアン。えぐ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 。もうゾーン入っちゃってる。もうね、みんな壊れちゃった。みんな壊れちゃったね。みんな誰かが好きで、みんな頑張って壊れちゃったんです。みんな寝てないから深夜テンションなんだよ。9時なのに。なんで笑えるの今。いや、ちなみに桜が一番好きなんだ。じゃね、何、日本が海に落ちたジャパン。それでもいけるんかい。なんでもいいやん。もう酒が入ってるじゃないの。それやめて。もうえぐい。それやめて。日本が海、うん、ジャパン。じゃあ、省きすぎ。日本が海に落とすジャパンよ。それネタバレだから、プル。先に言っちゃってる。海にジャパンじゃないのよ。始まってる。始まった。ごめん。そうだ、そうだ、みんなちゃんと見よう。あ、オッケー、決勝始まったから。帰ってきたらプッサが怒ってる。なんだ。ごめん、プッサ怒らしちゃった。みんな壊れちゃいました。それ、あーやめて。壊れちゃった。いや、笑いすぎて声枯れてる。声枯れてる。声やばい。そんな分かりやすい。ちょっと笑いすぎちゃった。やばいよ。その、絶対喉負担かかってるし、あ、そんな。やめろ、それ。いいね。あ、大丈夫か。飛び方とか。それいける？なんで一回来たん今。それ一回。怨念を感じた今。柵やばい。柵。なんだ今。柵で死んだ。なんだ今の。おお。うわこれ。今の一回切らなかったら死なそうなったのよ。ちょっと倒したくなっちゃった。でもめっちゃわかる、めっちゃわかる、ね、やっちゃう。だってさ、だってあれさ、倒してもさ、格殺した方のさ、キルになるからさ、うん、
ランクだったら、ランクだったら絶対切るね。絶対絶対私絶対倒れた KO 私が切るよね。他の人が倒した KO をキルするの大好き。アタックわかるわかるわかる。コンペで1キルいただきます。そうそう、倒れてるの絶対私がキルする。人生は下打ち。やばい、全部あなたが正しいざます。そうの通りよ。あ、バイバーイ。あ、終わっちゃった。終わるぞ。バイバーイ。終わった。バイバーイ。まあ、俺たちの夏終わっちまったけど、なんかまた近々。いや、ちょっと待って、次あるって。来月もあるって。え、あるんだっけ。来月もあるって。もしかしたら、みんなマジで出ないのかわかんないけどさ。まあ、来月もあるかもしれないから。まあ、もし出会ったらね。まあ、そうやね。出会ったらね。出なさそうな感じなのやめてね。え、でもまだ分かんないんだよね、ほんと。何も知らないんだよ。いや、マジで何も頑張ってるわ。ナプ様と違って何も知らないんだよ。うん、我が輩が全部知ってるみたいなやめてね。全部知ってる。知ってるでしょ。まあ、また楽しくやろうな。はい。そうっすね。ありがとうございました、ほんとに。当てりましょう。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとうございました。はい、バッバーイ。バッバーイ。お疲れさん。バッバーイ。ゆっくり休んでな。バッバーイ、ありがとうね。ありがとう。ありがとう、ありがとう、ありがとう、お疲れ様です。応援していただいた皆さんありがとうございました。ちょっと結果こそはね、0勝で終わっちゃったんですけど、まあ、みんなね、まあ、今日終わってから喋ってみてもらった通り、すごい楽しそうにねしてたんで、まあ、第2回ハルバロあるみたいなんで、まあ、みんなね、今回僕がね携わったメンバーが出るってなったら応援してあげてください。コーチはそうだな、はあ、もっと勉強するわ。じゃあまたお願いします。はい、お疲れ様でした。Thank you.